地方移住についての動画を投稿するとよく桜井さん東京に帰った方がいいですよみたいなことをコメントいただくことがあるんですけれども、実は我々もね何度も東京に帰ろうと思ったことがあります。今日はそのあたりについて率直にお話しします。ぜひご覧ください。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。私たちが主軸としているテーマの一つに地方移住というものがあるんですけれども、はい、こちらでは地方移住のメリットそしてデメリット両面をなるべく伝えようと、実際に暮らしてみて大変だった部分や、うん、地方移住のデメリットなどもお伝えしていますけれども、まあ、よくさ地方移住でさなんか楽しいみたいな動画ってあるじゃないですか、はい、で本質って多分そこではなくて、日々いろいろなことを苦労しながら、まあ、当然ね新しい土地に住むわけだから、うん、今までと違うこともあるわけだし、そんなことをね考えながら日々暮らしているっていうのがリアルなところなので、我々としてはそういう生の部分がより伝わればいいなというふうに思っております。で、まあ、よくコメントをいただくんですけれども、本当に我々もね東京に帰ろうと思ったことが何度もありまして、今日はじゃあどういう時に東京に帰ろうと思ったのかということについて2人で話をしています。そのあたりでゆうこはどういう時に東京に帰りたいというふうに今まで思いましたか？11年目は移住者範囲になってたし、その旅行者気分っていうのもあったので、うん、そんなに東京に帰りたいっていうことはなかったんですけれども、移住2年目以降、うん、結構東京に帰りたいっていうふうに思うことがありましたね。具体的にはどういう瞬間になんかちょっと帰りたいなって思ったのか。例えば私もともと車の運転があまり得意ではないので、うん、こうフラッと例えばお店に出かけるとか街に出かけるとか友達に会いに行くとか、そういうことがね全部その移動手段が車に乗るっていうことをワンステップ挟むので、どこに行くにも車に乗らなきゃいけないっていうのが大変で、で夏は軽井沢は混雑とか渋滞がものすごいので、うん、裏道を駆使したりだとか買い物に行く日もその連休を外したりとか計画してこう動いていかなきゃいけないっていうこともまあストレスでした。なるほど。あと冬には道がね凍る凍結するので雪道を運転するっていう、そういう怖さと常に隣り合わせなので、そういったこともあ東京は楽だったなっていうふうに思うことがありましたね。東京行った時はほとんど運転することはなかったし車も持っていなかったので、なんかこの車社会に適応するっていうのが一つねハードルとしてあったのかなというふうには思いますけれども、まあ、あれだって結構ほら渋滞とかはね雪道もそうだけども道も狭いところが多いじゃないですか、はい、なんでそういった意味だと、まあ、運転あまりね得意意識がない人だと厳しいということで、うん、車の運転以外には何かありますか？あとは気候ですかね。例えば夏とかは軽井沢湿度が高いので結構めまいがすることがありますよね。湿度が高いとめまいがする、はいはい、うん、であとは低気圧の時期なんかは低気圧特有のだるさや、まあ、動悸、そういうことが起きてきやすいかなということがあります。まあ、あと冬はですね寒くて長いのでちょっと鬱っぽくなりやすかったり体力の消耗があったり、まあ、結構ハードですよねこうやって考えてみるとね。まあ、決してね住みやすい、あの、まあ、夏は住みやすいかもしれないけども通年住めやすいっていう風な場所ではないので、いろいろなこう生活の知恵だったりとか鬱対策だったりとかそういうことを考えながら日々生活しているっていうのがリアルなところなのかなというふうには思います。太斗さんはどうですか？車の運転だったりとか気圧の低さだったりとかそういった悩みは自分の場合はないんだけれども、まあ一番辛いのはその新幹線通勤のペースをつかむっていうのが結構難しいかなというふうに思いました。まあね、今はテレワークが主流になってきたんだけれども、一時期テレワークができなくなってしまった時期があって、その時は毎日東京に通ってたんだよね。でそうすると、まあ、1日2日、まあ、1週間2週間ならいいと思うんだけれども、もうそれがねもう何ヶ月も続くわけですよ。そうすると体力もなかなか続かなくなるし、特に冬の時期はもう真っ暗な時に家を出て真っ暗になってから家に帰ってくるというのが続くので、ちょっとそれはねしんどいそれが3ヶ月4ヶ月暗い時期がずっと続くっていうのはあまりこう健康的にも良くないのかなと思って、まあ、テレワークと出勤をうまく組み合わせてライフスタイルを作っていくっていうのが理想で、まあ、それができると思ってきたんだけれども、それが癖た時期があったので、このペースをね掴むっていうのは意外と苦戦したかなというような感想ですね。新幹線通勤といえば定期をなくしかけた時があったんですよ。それはおいくらでしたっけ定期って？3ヶ月で36万とかするやつなんですけれども、はい、新幹線の中に携帯電話を置いたまま出てきてしまったと、はい、
ていうようなことが2、3回あった。もっとあったんじゃない？もうちょっとあったと思う。いやいや、2、3回あったと思うよ。のがあるので、そういう時にね、毎回冷や汗をかいて、うん、ああ、なんでこんなリスクの大きな生活をしてんだろうっていうのはね、思ったことはありますね。東京ならね、はい、パッと移動して帰れますからね。はい。あと、新幹線通勤内で、どういう時に東京に帰りたいと思った？まあ、虫との戦いっていうのはありますかね、うん、別に虫が嫌いなわけじゃないし苦手なわけじゃないし全く触れないとかっていうわけではないんだけれども、一回ちょっとこれは軽井沢ならでは、まあ、軽井沢とか田舎ならではなと思ったのは家の中にあれが行列を作ったという事件がありまして、うん、もう多分ね1000匹2000匹じゃなかったと思う。もう万とかですよね、うん、数万匹ぐらいいましたよね。なんか朝起きたらリビングにこう黒い線があってほら禁止じゃないですか、よく見えないんだよね、うん、であれと思ってこう近づいてみたらこうアリの行列だった。砂糖の箱まで、うん、入れ物のとこまでずっと続いてて玄関からなかなかあれは圧巻だしね、あの自然の強さっていうの、うん、力強さっていうのを感じた一幕だったんですけど、うん、他にもでもハクビシンに追いかけられたり、あ、野生動物に関してはそうだし、それから蜂にもね2回こちらに来てから刺されました、うん、まあ、蜂ってさ別に自分は危害与えようと思ってないんだけども、なんかたまたま作業してたら近くに蜂の巣があって、うん、でなんかこう脅威だと思われて刺されるみたいなことが、うん、まあ、2回あったんで、そういう時はね都会の暮らしって楽だよなっていうふうには思いますね、はい、田舎暮らしはそういう大変さがあるなって思いますね、はい、まあ、そういう、ね、苦労もありながら生活をしていくっていうのは大変なんだけれども、一方でいろいろな知恵だったりとか、まあ、今もこうやって笑い話して話せるので、はい、いいこともあると思うので、まあ、地方移住といっても誰もが誰も100点満点の移住ができるわけではなく、我々も含めて悩みながら戦いながら生きているということですかね。あとはその地方移住って一口に言っても田舎に暮らす場合と、まあ、地方都市に暮らす場合とで結構悩みって違ってきそうですよね。まあ、一番大事なのはなんかその地域でちゃんと共同体として協力し合って、うん、みんなで知恵を交換したりとか、我々もこうやって YouTube でね情報発信してますけれども、まあ、よりそういう地域での助け合いっていうのが大事なのかなっていうのは思ったりもしますけれども、どうですかね。都市っていうのは私はそのお店がたくさんあったりとか、うん、美術館があったりとか、そういうショッピングとか観光はすごく楽しいので、そういう意味ではたまにやっぱり東京に行きたくなるかなと思いますけれども、じゃあ住みたいかって言われると、やっぱこの田舎の暮らしは大変な部分もありますけれども、のんびりしていてゆったりしていて、こう、あ、空が綺麗だなっていう風にこうぼーっとする瞬間も持てたりして、うん、やっぱり変えがたい何かが、言葉でね、じゃあ何っていうことで言うと、まあ、自然の豊かさとか人々の穏やかさだったりとか生活のゆったりした時間とか、そういうものが田舎に暮らす良さなのかなというふうに思っていて、うん、まあ、我々はね別にも動画を作ってました、この辺りに出てると思うんだけれども、なんで軽井沢に住み続けてるかということを語っているので、はい、ぜひね当チャンネルの他の動画も見ていただけるとより立体的にね全体像がつかめるかなと思います。はい、ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価お願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。